ダブルスの方の初戦ですけども、ご自身の中で振り返ってみて試合の方はいかがでしたでしょうか。そうですね、インド選手と対戦したんですけど、すごくこうダブルスではすごく強いペアで、本当に張本選手も何回も対戦していたりとか、中国選手とかにも勝っているペアなので、すごく強いんじゃないかなというふうに思って、こう何日か準備してきたんですけど、やっぱりこう想像を超えるぐらいやりにくくて、最後まで、対応できた部分もあったんですけど、できなかった、やりにくい部分が最後まであったかなというふうに思います。具体的にこの試合の中で見えた課題みたいなのはどういったところにあったでしょうか。ラリーは少し良くなってきていたんですけど、これサーブ3球目でこう最後こうそうやりにくいボールが来た時にそこでミスしてしまったりとか焦ってしまったりっていうのがあって、ちょっとこう相手にチャンスを与えてしまったので、もっと3球目もラリーのように落ち着いてやればもう少しいいのかなっていうふうに思います。全日本から時間少し経ってますけども、その中でこの試合っていうのはこうステップとしてはどういうふうに感じてますか。選考が決まってから初めての個人戦なので、ダブルスもシングルスもオリンピックに向けてという意識でやっているので、今回は負けてしまったんですけど、このインドのペアももしかしたらこうオリンピックに出てくるっていうふうに思っているので、しっかりこう今後このビデオだったり見て同じような戦型の一つを練習してもらったりとか、そういうのが大事だなっていうふうに思います。オリンピックを見据えるとここから、半年切ってくるぐらいですけども、この時間の中でどういうふうに立て直して夏に向けてやっていきたいですか。そうですね、昨日と今日で、今日は負けてしまったんですけど、オリンピックに向けてつながると思いますし、昨日もオリンピックにつながるような試合ができたので、まずは そこにつながるような試合をっていう意識を持って、明日の試合も頑張っていきたいです。ありがとうございます。ちなみに渡辺監督から何か最後もう試合の終わった後何か言われました。やっぱりすごい粘ってくるので、やっぱり、オリンピックに向けてもっと出てくるっていうふうに思って練習していかないとねっていう話をしていただいたので、本当にそう思いました。ありがとうございます、お疲れ様でした。